新潟県の海沿いに位置する柏崎市笠島地区。いやさー、この表のどかなこの場所で野菜を収穫していたのは黒崎弘明さん、89歳です。野菜作りで元気もらっています。こう話す黒崎さんの自宅を訪れると症状がずらり。これは何の症状ですか？走る、泣けるね、うわーでのね、マスターズ陸上の症状ですよ。黒崎さんは去年全日本マスターズの砲丸投げや円盤投げなど5種目の得点で競う投擲五種で日本一に輝いた陸上選手なんです。一番ということはね、大変なことなんだよね。一番一番でしょう。その上にいないんですよね。2番はダメなんだ。2番取るとまた上にいるからね。そこで日本一の実力を見せてもらうことに。まずは砲丸投げ。10m05の日本記録を持つ黒崎さん。うさあ、よしよし。よしよし。軽やかに飛んだ砲丸を計測してみると。いかないな。7m50だ。まあ、こんなもんなんだ。ご自身的にはどうでした？7m40、50。まあまあね、今ちょっと練習してないから。うん、尻はね、すぐ50センチ伸びるんですよ。続いて50メートル走。さあ、戦いの舞台、柏崎市陸上競技場、50メートル走対決です。黒崎さん89歳対松尾泉アナウンサー31歳の真剣勝負。どう予想しても松尾アナの圧勝と思われますが、さあどうでしょう。スタート合図は松尾アナということで、これはずるいです。自分のペースでスタートを切ることができています。フライング気味で今スタートを切りました。互角の勝負、ほぼ揃ったスタートになっています。89歳と思えないストライド、伸びがあります。並んでいます、並んでいます。足が上がって、さあどっちだ。並んでのフィニッシュ。さあ懸命に食らいついた黒崎さん、届いたかどうか。しかし若干フライング気味にスタートを切った松尾アナウンサーが勝利した模様です。ほぼ同じだった。負けました。嘘、私勝ってました。いや、判定一番だ。え、本当疲れを見せず勝負を楽しんでいた黒崎さんが陸上を始めたのは7年前。それまでスポーツ経験はなかったといいます。79歳の時に2冠ね、で4分の3取ったんですよ。だからね、もうその時死ぬかと思って、どっちが勝つかやってみようと思って今運動を始めたんですよ。病気をきっかけに始めたのは運動だけではありません。こっち側から移そう。練習場所の山でセットしていたのはカメラ。1、2、3。いや、やばいっちゃった。どうも。黒崎さんが始めたのはなんと YouTube。 この場所もこの間撮ったの YouTube 載せました。見ました。皆さんね、好調なんですよ。撮影から編集まで全て一人で行っています。そんな黒崎さんの YouTube には トレーニングの様子や地域の行事などが投稿されています。チャンネルを開設しておよそ10年、その登録者数は600人以上で、最初に投稿した動画の再生は3万回を超えています。人に頼りたくない理由とか、やればできるんだもん。何でもやればできるね。え、やればできるってことは、運動だろうがね、仕事だろうがね、何だろうがね、みんなやればできる。何歳になっても挑戦する気持ちを忘れない黒崎さんが
動画の投稿を続ける理由。俺が死んでも YouTube は残ってるから後々のために記録は残す、はい、死んでも記録は残るそんな記録にこだわる黒崎さんにとって90歳を迎える今年は陸上選手としての記録にも期待がかかる年になります。ハンマー投げがね一番になりそうだし、それから砲丸投げも一番、重量投げも一番、3種目は間違いなく日本一になりそうです。円盤と槍がねちょっと苦手だけども、これもまあ日本一になるように頑張ります。陸上と YouTube どちらの記録も残すことを目指して、89歳の二刀流の挑戦はこれからも続きます。